るところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが。さて、本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。これをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材が今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。なんだこれ、機械生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エンジェルさんは。こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場跡地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。大丈夫か、パスカル。ああ、エーテルさん。一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エーテルさんが来てくださらなかったら、私たちもきっと。ありがとうございました。疑問、機械生命体は素材さえあれば再生できるのではない。いえ、実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。このコアは自我データを形成するユニットなんです。それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。そうか。この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体のトゥービーさんが撃退してくれて、今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っています。分かった。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。推奨、パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。
各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。なんだって。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。一体どうして私たちが狙われるんでしょう。考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。
のか。エントゥーさん、ここは私が。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなこと。
なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でも、でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちにお願いがあります。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認。ハッキングによる記憶回路の切断。確認。ハッキングによ。ポット、パスカルの記憶を。了解。記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。記憶消去終了。再起動タイマーを。